モデルのしほが、フジテレビ系バラエティ特番、お客様は知っている、SHIH。王がハワイの自宅を初公開、週3日19時から21時55分まで、の密着を受ける。冷蔵で涙を流すしほイコールフジテレビ提供この番組は、一風変わったこだわりや、溺愛し、手やまないものを持つ、お客様、にフォーカスを当て、その魅力を紹介していくというもの。今年4月から家族でハワイ生活を始めたしほは、全面ガラス張りでハワイの海が一望できる自宅をテレビ初公開。朝の日課やヒップアップのためのエクササイズ法、美容と健康のためのオリジナル、ドリンク、次に来る、と言われているスーパーフードなどを紹介していく。そんなしほが一番会いたかったというハワイの秘宝、ホーポ、ノポノ、の第一人者、カマイリ・ラファエロビッチさんと初対面。ホーポノポノ、は、心を清め、ストレスを取り除くために実践されるハワイ伝統の儀式で、言う。暮れ時に、浜辺でカマイリさんと静かに瞑想すると2分後、次から次に涙が溢れ出てくる。ハワイに来て一番大きく変わったのが、家族の時間、だそう。日本では家族3人とも忙しく働いていたため、生活がバラバラになってしまった時期もあり、ある日、娘のサランちゃんから、ママ、私の目を見て、と言われたことに、相当ショックを受けたそうだ。そこから生活を見つめ直し、ハワイに来てからは家族の時間を何よりも大切にしていると言い、娘が笑っている時間が増えた、と喜びを語る。24年間、トップモデルとして走り続けてきた一方、毎日泣いて眠れない夜もあった、と人知れず苦悩した時期があったことも告白。だが、それがあったから今がある、と、常に前を向いて明るく人生を謳歌する姿を見せる。番組では他にも、演歌歌手の細川たかし、伍代夏子が登場。細川は、常識を超えるエルメス愛を、伍代は、愛してやまない全国の早うまグルメを紹介する。C、フジテレビ、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。